イの難民キャンプから安住の地を求めて日本にやってきたインドシナ難民。昭和50年以来、ベトナム難民も含めてその数5000人を超えているが、一昨年まで我が国が一時滞在しか認めなかったこともあって、日本定住を希望する難民は意外と少ない。定住を希望する難民は神奈川県と兵庫県にある2つの定住促進センターで3ヶ月間日本語と職業訓練の特訓を受ける。大和市にあるセンターではすでに287名の難民を日本の社会に送り出しており、今129人が教育を受けている。難民共通の悩みは何といっても日本語の難しさだ。3ヶ月の教育期間は短い。それでも日常生活には不自由しなくなるという。日本の生活習慣を知ることも大切なことの一つ。そして早くその仕事をですねやれるように、それぞれみんなが努力して。ラオスからやってきたソンパデットさんは、国を出るときは危ない目に遭いました。ラオスでの生活は大変です。ここに来て本当に安心しました。日本を第二の祖国として頑張りますと語る。6月27日センターで11回目の日本語教育修了式が行われた。この日4家族17人が日本の職場や学校でそれぞれの人生の再スタートを切った。体の不自由な老僧キムさん一家もこの日を迎えるまで長い苦難の道のりだったという。難民の日本定住が開始されてから1年余り、欧米の難民対策に比べると比ではないが、我が国の難民対策もようやく軌道に乗り始めた。しかし言葉や習慣が全く違う日本の社会に同化するにはまだまだ時間がかかりそうだ。